おはようございます、こんにちは、こんばんは、バッツリナナシでございます。皆さんどうもごきげんよう。今日はですね、はい、またこの記事ね、いやーまあね、学校の先生の記事なんですけれども、今学校の先生ってなんか残業代つかないみたいな感じになってるじゃないですか。まあそれもね、すべて財源側からの話なんですけど、まあ今ね、学校の先生を目指す方、まあ学生さんがすごい減ってるらしいですね。まあ民間より給料が安いっていうのもあるんですけど、やっぱ残業代がつかないっていうのはほんとね、ふざけたシステムだなと。やっぱりね、あれじゃないですか、教育ってね、子供を育てるにあたってまあ国のね、根源になる部分だと思うんですけれども、まあそんなところもね、まあ財務省の息がかかっておりまして、まあ借金か財源かの話ですよね。まあそんなものはね、この世にはないんですけれども、基本的にね。まあそんなわけで、まあ学校の先生になる方が減っているという状況なんですよ。我が国日本は。まあそんなわけで、まあちょっと改善しようかなんて動きが出てるんですけれども、まあこれも謎だよね。これも財務省案なんですけど、だから段階的に、なんか給料払ってや、残業代払ってやってもいいよみたいなね。ほんと財務省っていうね、組織や、このふざけた組織で、学校の先生をね、いたぶり続けるというね、謎の組織で、ほんとにね、学校の先生も偉いよね。自分の時間を犠牲にしてさ、子供たちのためにね、少ない給料でやっていただいて、ほんと頭が下がる思いですよ。いつまでもね、こんな財務省なんかにそんなことして欲しくないんですよ。私はこんな財務省の案をね、飲んでね。学校の先生に、そんな思いして欲しくないっすよ。学校の先生だって、自分の人生があるだろうし、ね。教育者として、まあやりたいのかもしれないけど、プライベートと学校を分けたいって方だっているわけじゃないですか。ね、寝る間も惜しんで子供のために働けなんてさ、そんな奴隷になっちゃいますからね。そんなことやったら本当にね、いい先生なんて残んないと思いますよ。絶望しちゃってね。まあ、私はよくちょっと例え話が合ってるかどうかわかんないんですけど、学生時代に、スポーツとか厳しい部活に入ってしまうと、まあ、社会人とか大人になってから、まあ、スポーツが嫌いになってしまうっていう説を唱えてるんで、まあ、ほんとね、まあ、自分もずっとスポーツやってたんですけど、文化部の方が最終的にね、スポーツやるんすよ。なんでかっていうと、スポーツって体を動かすって楽しいから。だけど、まあ若い時にしごかれすぎると、年取ってから、ちょっともう体動かしたくないねって言って、スポーツやらなくなっちゃうってこの逆現象ね。俺はそういうのは良くないと本当に思うんですけれども、まあ好き故に、まあ絶望感がでかいっていうのはあると思うんで、まあそういったところをね、なんとかね、財務省にはやめていただきたいなと思っておりますよね。けどね、これね、ほんと政治で何とでもなるんですよ。何とでもなる。ただね、日本の政治家ってさ、財務省の言うことばっかり聞いてんじゃん。財源がね、借金がね、やれさ、口を開けばさ、ね、じゃあどっかから予算を取ってこなきゃいけないなんてさ、ほんとさ、もうちょっと勉強してほしいよね。そんなもんないんだってことに気づいていただきたいね。まあ石破もそうなんだけどね。まあ石破はね、なんか今、参議院選挙までに、ちょっと総理やってられるかってのはちょっと怪しいんですけれども、まあ前回ね、衆議院選挙で、まあ大敗を喫して、まあ自民党がね、まあ少数野党っていうね、とてもね、恥ずかしい状況で、にもかかわらず、辞めないと。俺は辞めへんぜと。これなんでかっていうと、多分今、辞めたら、憲政史上かな戦後かな、ちょっとわかんないですけど、まあ、最短記録をね、総理就任最短記録を更新してしまうということで、まあ、赤っ端だということで、多分、やめないだけなんじゃないかなと、バッスリな話はね、見込んでおりますけど、どうなんでしょうね。まあ、その辺は闇の中ですけど、まあ、とりあえず一つ言えることは、あいつはとりあえず恥さらしということでね、まあ、自民党もね、早くね、あいつを引きずり落としてほしいと思うんですけれども、まあ、逆にね、まあ、国民民主党がさ、まあ、玉木さんが積極財政派でさ、まあ、積極財政派の玉木さんの言うことを聞かないと何も決まらない、何も法律が通らないって今状況なんで、だったら石破にね、まあ、ずっとやってもらって、玉木さんに、
なんかキャスティングボードをね握ってもらって、まあ、積極財政やってもらった方がいいんじゃないかなとバスティナー社ねちょっと考えておりますので、うん、まあ、いっそのことねこのままずっとやってくれてもいいんじゃないかなと、うん、でね、なんかふざけたこと言ったら玉木さんがあじゃあもう何も協力しないんで勝手にやってくださいっつってぶん投げしまえばいいんじゃないかなと思っております。はい、本当にね今借金がねなんちゃらかんちゃらとか言ってるやつはね全員ね本当ねあの国会議員からね駆逐してほしいとバスティナー社ねいつも思ってるんですけれども、はい、とりあえずね、そうね、立民がね、あと協力しなければ、本当玉木さんのね、オンステージになるんじゃないかなと、はい、思っております。いや、本当にね、とっととやってほしいよね。うん、消費税減税とかさ、103万円の壁でしたっけ？まあ、トリガー条項ももちろん早くね、復活させてほしいし、やるべきことはたくさんあるんですよ。日本経済が復活する、まあ、我々のね、所得を増やすことなんていうのはね、本当にね、政策一つですぐ簡単にできてしまうんですけど、まあ、こいつらね、ほんと自民党のバカ議員どもが反対するんですわ。こいつらほんとね、なんなのと。財務省の言うことばっかり聞きやがって、何やってんだこいつらと。ほんとね、リトマス試験紙じゃないですけど、まあ、こいつら財務省派だなってのはね、一目瞭然だし、財務省側の人間をどれくらい減らすかっていうのはね、まあ、私たちのね、懐がね、温まるかどうかの、まあ勝負になっていくんじゃないかなと思っておるというか、まあ確信してるんですけれども、まあ皆さんもねどうお考えでしょうか。はい、以上の話になります。緊縮財政をぶっ壊す。